皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2021年の4月の15日木曜日です。時間が大幅に今日も遅れまして、夜の日本時間の夜の10時41分ということで1時間40分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今から20年前の2001年9月11日に米国内で起こった911同時テロの隠された真相とは何かというのが今日のメインテーマです。ということで、今日の放送はワイワイニュースライブ通算で3210回というふうになってます。ということで、今日木曜日の放送第1部ですね。私の情報発信活動ということで、一昨日の火曜日の夜の日本語放送、そして昨日の夜水曜日の英日語放送、そして今朝ですね、午前中放送した英語ラジオ放送、この3つの放送に対して、配信妨害あるいはコメント妨害はありませんでしたということです。そして、一昨日火曜日の日本語放送のメインテーマですね。私はフェイクニュースに引っかかったと。元 MI5 エージェントが死の床でダイアナ王女の暗殺を告白の記事は完全なフェイスニュークだ、あ、ニュースだったというテーマで、ツイキャスと YouTube で、配信したと、放送したと。で、現時点での 視聴者数ですけど、ツイキャスが168名、YouTube が94名で、合計で162名というふうになってます。そして、昨日水曜日の夜ですね、英日語放送、メインテーマが同じなんですね。それを英日語放送で再び取り上げたということで、 I was caught in fake news by neon nettle a site specializing in fake news というタイトルの英日語放送をツイキャスと YouTube で配信したということで、現時点での視聴者数はツイキャスで42名、YouTube で18名、合計で60名ですね。そして今朝木曜日、10時半頃ですかね、放送しました英語のラジオ放送のテーマ、これは同じです。 I was caught in fake news ということで、これもツイキャスと YouTube で、ラジオ放送を配信したということで、ツイキャスの訪問視聴者数が20、YouTube が17名で、合計で37名というふうになっています。そして、それぞれを翌日ですね、ブログ記事化して配信したということで、火曜日のメインテーマは水曜日の朝ですね、ブログ過失訂正版ということで、フェイクニュースに引っかかったということ。それから、英日語記事、今朝ですね、昨日の英日語放送の英日語のブログ記事と、それから英語記事と、それから日本語記事、3つに分解して、毎回、ブログ記事化してるんですね。ということです。それと、あと、今朝の英語のラジオ放送の台本をブログ記事として配信したということです。そして、私のブログサイト、杉並からの情報発信ですの、昨日1日、水曜日1日の訪問者数ですけど、723名、ページビューが2670と、こういうふうになってます。皆さんから、のこのこさん、コンティニコイン2枚ですね。ありがとうございます。それから、K さん、今日のメインテーマ、リツイートですね。それから、野口忍さん、コンティニコイン、こんばんは。
大幅に遅れてくださって帰ってよかったですということで、そうですね、間に合ってよかったですね。それから砂ズキンさんも今日のメインテーマをリツイートしてくれました。 K さんコンティニューコインよろしくお願いしますということですね。それから砂ズキンさんが毎回アップしてくれます4つのメッセージですね、これ後で読まさせていただきます。あと放送前のコメントも後で読まさせていただくというふうなことですね。それで第2部、私の主張として今日のメインテーマ、今から20年前の2001年9月11日に米国内で起こった911同時テロの真相、隠された真相とは何なのかと、そのナンバー1ですね。それで、最初飛行機の突入で炎上するニューヨークツインタワーということで、もう20年前の事件ですから、今の若い人、そうですね、その年に生まれた人は今年で20歳なんですよね。ですからこの米国同時テロのことを知らない若者は多いんじゃないですかね。当時の、世界貿易センターっていうニューヨークにあった2つのツインタワーですね、これがそれぞれ、大型の飛行機に突入されて、こういうふうに炎上して、そして北棟と南棟なんですね。そしてその後、炎上した後崩壊したということで、その崩壊の仕方も横に倒れないで、ストーンと高層ビルがストーンとですね、自壊したような感じになってるんですね。だよくアメリカ のビルの解体工事の中で、ダイナマイトをうまく仕掛けて横に倒れないで垂直に、倒す専門業者がいるという映像をよく見るんですけど、まさに同じような倒れ方してるんですね。ということです。そして、その隠された真相を文字通り命がけで暴露した勇気ある米国人がいたと。それは米国の著名な映画監督兼プロデューサーのアーロン・ルッソという人なんですね。有名な映画監督兼プロデューサーなんですね。彼なんですよ。彼がインタビューで暴露したんですね、その真相を。そして、そうですね、彼は911米国同時テロが起こる11ヶ月前に、2001年ですから、2001年の9月の11ヶ月前というと、2000年の10月か。2000年の10月に、ロックフェラー帝国の創始デビッド・ロックフェラー、もう100歳ぐらいで死んだんですけど、これの甥の弁護士で中国担当のニコラス・ロックフェラーという人物がいてですね、その彼と非常に親しくなったんですね、アーロン・ルッソが。これがツーショットで非常に親しい関係になったんですね。で、このニコラス・ロックフェラー、ニック・ロックフェラーが語ったんですね。何語ったかというと、911米国同時テロはロスチャイルド・ロックフェラー、ブッシュ政権による自作自演テロだったということを、テロが起こる前の11ヶ月前にそのような、これから大変なことが起こるよという予告をしてたんですね。で、そのことを、2007年1月ですから、同時テロが2001年ですから、6年後に彼は
プリゾンプラネットのアレックス・ジョーンズとい う, 陰謀論者、極陰謀論者と言われてますけど、彼とのインタビューで暴露したんですね。自作自演テロだったと。それでアーロン・ルッソーはインタビューの7ヶ月後の2007年8月24日、64歳の若さで膀胱がんで、亡くなったということで、まあ、おそらく殺されたんでしょうね。ということなんですね。それでなぜ今日この911同時テロの隠された真相を再度検証することをテーマに選んだかというと、今日のトピックスでも最初に取り上げますけど、バイデンがですね、アフガニスタンの米軍を今年の遅くとも 9.11 までには全員引き上げると、駐留をやめると、もう20年もこの戦争に関わっている必要はないという会見をしたんですね。で、その中で彼は相変わらずこの911テロっていうのはイスラム原理主義過激派が起こした、米国内で起こした残虐なテロであり、アフガニスタンへの、戦争はその対テロ戦争であると、その後のイラク戦争も対テロ戦争だったということを繰り返し言ってるんですね。そうじゃねえだろうということで、20年前のことがもうほとんどの人が忘れていると、若い人は知らないという現状の中で、隠されている真相を再度我々は検証する必要があるだろうということで、今日の、メインテーマにこれ選んだんですね。昔は動かぬ証拠だった映像が最も危ないと、誰の顔でも乗っ取れると、その情報大丈夫と。これは誰に、って私に言ってるんですかね、その情報大丈夫っていうのは。アレックス・ジョーンズっていうのはまだ生きてるんですよ。だ、彼との、映像ですよね。これが YouTube でまだ見れますんで、1と2。これ砂ずきんさんは私に対してその映像大丈夫って言ってるんですかね、誰に言ってるんですかね、これよくわかんないですね。ということで、アレックス・ジョーンズの今日の映像と、それからその映像で語った内容を書き起こしをした人がいまして、これは2014年4月23日のブログ、真実と嘘の境界線というアメブロですね。この書き起こし全文を今日再掲するということで、ぜひこれを映像とインタビュー映像と、それから書き起こしの文章を再度見てほしいということなんです。ほとんど忘れ去られているような重大な事件だったんですけど、もうバイデンが20年間対テロ戦争をしてきたと、もういいだろうということで、決着をつけるという記者会見をしたばっかなんですね。それに対して実際はどうだったのかということで、今日のメインテーマにしたということですね。情報一般、一般の言っても今しょうがないでしょ。一生懸命私がアーロン・ルッソーのインタビュー映像を皆さんに紹介し、その、インタビューの中でアーロン・ルッソーが言ってることを書き起こした人がいて、その全文を皆さんに紹介するという中で、一般情報として、要するに、フェイクの可能性があるんじゃないかという疑問を呈するっていうのは、
タイミングとしては良くないじゃないですかね。他でやってもらえばいいですよね。ということで、特に、インタビューの書き起こし、これを全文今日は読み上げたいということなんですね。で、読みますね、これね。このインタビューっていうのは、2007年1月なんですね。そして本人が膀胱がんで死んだのがその年の8月24日ですから。で、実際に、2001年9月11日に同時テロが起こってから6年後にインタビューを受けたんですね。その間に彼は非常に悩んだと思いますね。要するに、こんな重大な秘密を暴露すれば当然自分の身も危険だとこういうことをやはり悩んで、6年間悩みに悩んで、結局自分しかこのことを知らないんだとこういう真相を暴露するというインタビューを受けたと思うんですね。で、今日のメインテーマとして、メインテーマの資料として3つの資料、一つはアーロン・ルッソーとそのニコラス・ロックフェラーの写真ですね。これがアーロン・ルッソーで、そして、2人のツーショット、非常に意気投合して、家族ぐるみの付き合いをして、結局このニコラス・ロックフェラーっていうのはアーロン・ルッソーを自分たちの側にリクルートしたいということで接近してきたんですね。でも彼は最後の最後で、私が住む世界とあなたの住む世界は違うんだということで決別したんですね。で、全文、書き起こし全文、ちょっとこれから読みますね。ニック・ロックフェラーと親交のあったアーロン・ルッソーは、プリゾン・プラネットのアレックス・ジョーンズに友人ニック・ロックフェラーとの会話内容を語ったインタビューを残したということなのね。で、インタビュアーは、これはアレックス・ジョーンズ、インタビュアーは、まずどのようにロックフェラーと出会ってこういう話をすることになったんですかと。アーロン・ルッソー、私の女性弁護士がロックフェラーの一人が会いたがっていると言ってきたんですと。彼は怒り狂ってという映画を作った後で、彼はそれを見て私に会いたいと。私は私でちょうどネバダ州知事選に立候補、1998年頃していたので、じゃあぜひ会いましょうというふうになって会ったんですね。で、会って話をして、僕は彼を気に入ったと。で、彼はとても聡明な男と。2人で語り合っていろんな意見を交換したんだと。で、その彼が911の11ヶ月前にこれからある出来事が起こると言ったんですと。それがどんな出来事かは言わなかったけれど、その出来事ゆえに我々はアフガニスタンを侵略してカスピ海から石油のパイプラインを引くと。だからイラクを侵略して油田を確保し、中東に米軍基地を構築して、あの辺りをニューワールドオーダー、新世界秩序に取り組むと。それから ベネズエラのチャベスをやっつけるんだよと。そうしたら彼の言った通り911が起こったと。彼は米兵がアフガニスタンやパキスタンの洞窟を探し回ることや、対テロ戦争が始まるけれど本当は敵なんかいないし、それから全部が巨大なでっち上げだと話していましたと。政府がアメリカの人々を支配するための手段だってと。で、インタビュアーは、彼がでっち上げって言ったんですかと。アーロン・ルッソー、そうです。確かにそう言いましたと。対テロ戦争になるって笑いながらと。911が起こって、その後何も起きてないと。我々のセキュリティが素晴らしいから911が実行したような連中が同様なことをできないと思っているんですかと。これはアーロン・ルッソーの返事ですよね。冗談じゃない、そんなの馬鹿げてますよと。
911は我々自身の政府職員や金融業界の人間たちがアメリカ市民に恐怖を植え付け、彼らに従属させ、彼らがやりたい放題できるようにするためにやったことなんですと。あれはそういうことだったんですよと。で、この戦争、終わりなき対テロ戦争を作り上げた、それが最初の嘘だったと。お次はイラク攻撃だと。サダム・フセインをやっつけるんだと。大量破壊兵器だって、それが次の嘘だったと。インタビューは、これは6年ちょっと前のことですねと。911の11ヶ月前で、弁護士でもあるニック・ロックフェラーが、それ以前からあなたの友人だった彼がある大事件が起きて、その結果永遠に続く対テロ戦争になると言ったんですねと。アーロン・ルッソ、そうですと。永遠に続く敵が存在しない戦争がと。だから勝者も特定できないと。誰が勝ったかなんて言えないですよと。だって倒す敵がいないんだもんと。だから戦争は延々と続くと。その間彼らはやりたい放題だと。アメリカ市民は恐怖で縮み上がってと。いいですか、この対テロ戦争というのは詐欺ですと。茶番なんですよと。これを声に出して言うのは容易なことじゃないと。だってみんなおじけづくんですと言うと気違い扱いされると。でも真実は暴露されなければならない。だから私はこのインタビューを受けてるんですと。紛れもない事実は、対テロ戦争は詐欺で茶番だということと。A、イラクでは戦争をやってますよと。我々が侵略したんだから、みんなあそこでは戦っている。でも対テロ戦争はジョークだと。911に何が本当に起きたかを、誰が犯人かを理解するまではと。だってそれが対テロ戦争が始まった原因なんだからと。そこから発生してるんですからねと。911がこれを始めさせたんだから、その911の根っこを、911の真実を把握しなければ、この対テロ戦争は絶対に理解できないと。インタビューは、昨夜話したけど、あなたが州知事選で 30% 票を取るだろうとか、効果を上げられる人で怒り狂ってを作ったし、彼らはあなたが憲法党を作ったことも知っていたし、活動を通じていろいろ成し遂げる人で、映画も作ったし、他にも成功していたから、ロックフェラーがあなたをリクルート採用することにして、君は僕らの仲間になるんだから心配するな、君の体内に埋め込むマイクロチップがちゃんと俺に触るなって言うからってあなたに話したって。アーロン・ルッソ、ええ、確かにリクルートしようとしたんだけど、採用というかもうちょっと微妙なんですがと。インタビューはどんな具合だったんですかと。アーロン・ルッソ、私たちは友人として家の行き来もして、夕飯を一緒にとって話したり、いろんな仕事の投資のことや、僕がカウンシル・オン・フォーリン・リレーションズ FCRF ですね、外交問題評議会に入りたいかどうか、入りたいならば推薦状がいるよとか、いろんなことを話しましたと。でも僕は彼に言われるようにはならなかったと。それは僕の生き方じゃなかったからと。ニック、君のことは好きだけど、僕らは垣根の反対側にいるんだよと。人々を自分の奴隷にするなんて僕の信条じゃないって言いましたと。インタビューは、僕は俺はやるよとか、それが彼ら人々のためだとか言ったんですかと。アーロン・ルッソ、うん、そうではなく、なんというか、彼ら一般市民が何だって言うんだと。なんであんな連中のことを心配するんだよと。君にとってどんな違いがあるんだと。自分の人生を大事にしろよと。自分の家族にとっての最善をやるべきだと。残りの人間どもが何だって言うのさと。何の意味もないぜと。彼らはただの人間で、我々に奉仕してるのさって。それニックの考えは思いやりの欠如で、僕はそんな風には考えられないと。冷たいっていうか、そう、冷たいと。彼に聞いたんですよと。それで一体何になるんだと。君はあり余るほどの財産を持ってるし、十分すぎる権力もあると。そんなことをして一体どんなメリットがあるのかいと。何が最終目的なのかって。彼は、最終目的は人々にチップを埋め込んで社会全体を支配することだと。
と銀行家、エリートや知事なんかが世界を支配できるようにと。それで僕は CFR のすべてのメンバーが君と同じようなことをやってるのかと聞きましたと。彼はいや、そうじゃないよと。大半は正しいことをしてるよと言いましたと。社会主義的に見えた方がいいからと。我々はみんな社会主義は実は資本主義だって気づかせないと。で、ここで終わってんですね、書き起こしは。ということです。砂月さん、金融資本を皮肉った映画、アーロン・ルッソー監督、大逆転と。から砂月さん、アーロン・ルッソー監督、大逆転、ダン・エイクロイド、エディ・マーフィーと。そのエディ・マーフィーを使って、いくつか映画撮ってるんですね、からね。アーロン・ルッソーインタビュー、911と。こういうことですね。ということで、まあ、これがフェイクの映像だと言ったらもう話にならないんですけど、フェイクじゃないという前提でこれを取り上げてるんですよね。ということで、今日のメインテーマのポイントをアップしますね。今日のメインテーマ、ちょうど20年前ですね、今年で。その隠された真相を命がけで、文字通り命がけで暴露した勇気ある米国人がいたと。それは米国の著名な映画監督兼プロデューサーのアーロン・ルッソーであると。菜食ヒーローさん、こんばんはですね。お久しぶりじゃないですかね。で、彼は911同時テロが起こる11ヶ月前にロックフェラー帝国の帝王デビッド・ロックフェラーの甥の弁護士で中国担当のニコラス・ロックフェラーが彼に語った。ここで切りますね。彼に語った91同時テロはロスチャイルド・ロックフェラー・ブッシュによる自作自演テロだったことを2007年1月にプリズン・プラネットの、ここで切りますかね、2007年1月プリズンプラネットのアレックス・ジョーンズとのインタビューで暴露したと。そしてその7ヶ月後に、その年の8月にですね、彼は膀胱がんで死亡してるんですね。で、生前彼はさまざまな形で脅迫されてるというふうに言ってたんですね。で、以下に3つの資料を再掲しますので、ぜひご覧くださいということで、最初の1は、アーロン・ルッソーとニコラス・ロックフェラーの仲の良かった頃のツーショット写真ですね。これですよね、これ。
それから、資料には、アレックス・ジョーンズとのインタビュー映像2本ということで、1と2分かれてるんですね。それの1の方のタイトル、そして URL、日本語の字幕がついてるんで、それから後半部分、2の2の URL 一緒に書けますかね。あ、ダメだ。で、資料3として書き起こし全文ですね。これは先ほど読んだ全文です。このブログはまだあるかどうかちょっとまだ確認してないんですけど、一応 URL を貼り付けておきます。アメブロですね。それで書き起こし、ニック・ロックフェラーと親交のあったアレックス・ルソーはプリズン・プラネットのアレックス・ジョーンズに友人ニック・ロックフェラーとの会話内容を語ったインタビューを残したということですね。ああ、これはダメか。長すぎる。後半部分を切りますね。で、インタビューはまずどのようにニックと出会ったんですかと。向こうから会いたいって言ってきたということですね。これ全部アップスのすごい膨大な量ですからね。ちょっとポイントだけ。で、怒りクレット。い怒り狂ってという映画を撮った後、そしてちょうどネバダ州の州知事選に立候補したことだったんで、それじゃあ会いましょうと、そして会って意気投合したんですね。で、その彼が911の11ヶ月前にこれからある出来事が起こると言ったんです。それはどんな出来事かは言わなかったけれど、その出来事ゆえに我々はアフガニスタンに侵攻してここまでですね。侵略してカスピ海から石油パイプラインを引くし、イラクを侵略して油田を確保し、中東に米軍基地を構築して、あの辺をニューワールドオーダーに取り組むと、それからベネズエラのチャベスをやっつけんだと。チャベスもガンで死んでんですよね。最後のチャベスのところは字余りだったんで、
そしたら彼の言った通り911が起こったと。彼は米兵がアフガニスタンやパキスタンの洞窟を探し回ることや、対テロ戦争が始まるけれど本当は敵なんかいないし、自作自演だから、一応タリバンを仮想の敵にしたんですね。で、それらを全部が巨大なでっち上げだと話していましたよと。政府がアメリカ人の人々を支配するための手段だってと。愛国法っていうのを作ったんですね。それで令状なしでも逮捕できると、捜査できるというふうな戒厳令法案を通して、今でも撤回されてないでしょ。センス、彼がでっち上げて言ったんですねと。アーロン・ルッソー、そうです、確かに言いましたと。対テロ戦争になるって笑いながらと。だからあのベルリンの壁崩壊から、あ、ロシ、ソ連の崩壊まで、いわゆる東欧の社会主義国が全部崩壊しちゃったということを受けて、今までは敵として、社会主義国ソ連を中心にした敵がいたんですけど、いなくなっちゃったんですね。それで敵を誰にするかということで、テロリストだと、対テロ戦争だと、テロに対して対テロ戦争を起こすんだと、こういうふうにアメリカは決めたんですよね。その仕掛けがこの911だったと、こういうことですよね。で、911が起こってその後何も起きてないと。我々のセキュリティが素晴らしいから911を実行しての連中が同様なことができないとでも思ってんですかと。そうですよね。911が起こったなら、第2の911、第3の911が起こっても不思議じゃないですけど、全然起こんないですね。冗談じゃない。そんなの馬鹿げてますよと。911は彼自身の、我々自身の政府職員や、金融業界の人間たちがアメリカ市民に恐怖を植え付け、彼らに従属させ、彼らがやりたい放題できるようにするためにやったんだと。そうなんですね。だから2つあって、アメリカ国民を恐怖のどん底に、置いて、いわゆる全体主義的な国にすると。それとそれをきっかけにしてアルカイダ、イスラム原理主義者を敵にして、その敵をかくまっている、タリバン政権、を懲らしめると。そして、タリバンがアルカイダをかくまっているということで、アフガニスタンの洞窟の中を探しに行くというふうにしたんですね。で、対アフガニスタン戦争っていうのは、911からたった2週間後に始まってるんですよね。だから突然911がテロとしてアルカイダによって仕掛けられたと、全然無防備状態だったということで、今日疲れたというテロだったら、2週間後に犯人を特定して、そしてアフガニスタンのタリバン政権がかくまっているというふうに断定して、大量の軍隊をですね、米軍を戦争に駆り立てるってことはありえないですよね。たった2週間で準備なんか到底できないでしょ。だからもうこの911はアーロン・ルソーの言うように周到に準備されたでっち上げだと、こういうことだから、たった2週間でアフガニスタン侵攻ができたわけですよね。ヒラリー・クリントン、私たちがアルカイダを作ったと、そういうことですよ。
で次はイラク攻撃と、サダムスペインをやっつけるんだと大量破壊兵器だって、それが次の嘘と。大量破壊兵器なんていうのはまさにでっち上げだったんですよね。国連の査察官が調べたんですけど、大量破壊兵器なんか全然出てこなかったんですね。だから大嘘をついて、フセインが大量破壊兵器を今でも隠し持って、それを実戦に使うようにしているという嘘のでっち上げで、イラク戦争を始めたんですね。翌年の3月ですね。で本来だったらもっと早く、アフガニスタン侵攻からせいぜい1ヶ月後ぐらいにイラクに侵攻する予定だったんですけど、国防総省の中でですね、抵抗派がいたんですね。その抵抗派を排除するのに時間かかったと、こういうことだったみたいですね。でインタビューは、これは6年前ちょっと前の話ですねと、911の11ヶ月前で弁護士の前のニッコ・ロックフェラーが、それ以前からのあなたの友人だった彼がある大事件が起きて、その結果永遠に続く対テロ戦争になると言ったんですねと、そういうことなんですね。ある大事件が起きて、その結果永遠に対立戦になると言ったんですねと。こういうことですよね。永遠に続く敵が存在しない戦争が永遠に続く。あの嘘、そうですと、永遠に続く敵が存在しない戦争がと、だから勝負も勝者も特定できないと、誰が勝ったかなんか言えないと、だって倒す敵がいないんだもんと、だから戦争は永遠に続くと。だからアフガニスタン20年もやってたんですね。いいですか、この対テロ戦争というのは詐欺ですと、茶番なんです、これを声に出して言うのは容易なことじゃないと、なぜだってみんなおじけづくんですと言うと、気違い扱いされると。言うと気違い扱いされ、でも真実は暴露されなければならないと、だから私はこのインタビューを受けてるんですと。ここですよね、彼はやはり6年間悩みに悩んだんですよね。でもこのことを自分しか知らないんだから、それを暴露することは自分の義務だというふうにして決意したんでしょうね。紛れもない事実は、対テロ戦争は詐欺で茶番だということと、自作自演だということですよ。イラクでは戦争やってますと、我々が侵略したんだからみんなあそこで戦ってます、でも
対トレ戦争はジョークだと。でインタビューはですね、昨夜話したけどあなたが州知事選で 30% 取るだろうとか効果を上げられる人で怒り狂って作ったし、彼らがあなたが憲法党を作ったことも知ってたし、活動を通じていろいろと成し遂げる人、映画も作ったし他にも成功していたから、ロックフェラーがあなたをリクートすることにして、君は僕のらの仲間になるんだから心配するなと。で、君の体内に産み込むマイクロチップがあるんだからと。俺に触るなって言うから。ってあなたに話したって言うと。マイクロチップをもう埋め込んでんでしょうね、彼らはね。ちゃんとあるから心配するなと。アーロン・ルソー、確かにリクルートしたんだけれど採用というかもうちょっと微妙なんですと。どんな不安だったんですかと。でアロン・ルソー、私たちは友人として家の行き来もした夕飯も一緒に取って話したり、いろんな仕事の投資のことや僕の CFR 外交問題評議会に入りたいかどうかと、入りたいなら推薦状がいるよとかいろんなことを話したと。でも僕は彼に言われるようにならなかったと。それは彼らの生き方じゃないからと。ニック、僕、君のことは好きだと。でも僕らは垣根の反対側にいるんだと。人々を自分の奴隷にするなんて僕の信条じゃないと言いましたと。ここですよね、最後の決別した理由は。これはなかなかいい言葉ですよね。僕らは垣根の反対側にいるんだと。で、アロン・ルソーは彼らは一般市民をバカにしてるわけですよね。なんだって言うんだと。なんであの連中のことを心配するんだと。君にとってどんな違いがあるのかと。自分の人生を大事にしろよと。だから奴隷と思ってるんでしょ、一般の市民は。自分の家族にとって最善のことをやるべきだと。残りの人間どもが何だって言うんですと。何の意味もないぞと。彼らはただの人間で我々に奉仕してんのさと。まあそうでしょうね、彼らの考えはね。彼は
最終目的は人々にチップを埋め込んで社会全体を支配することと、銀行家エリートや知事なんかが世界を支配できるようにすることというのが最終目的だと。というのが一応要点ですね、このインタビューのね。おそらく911の隠された真相を一番語ってるのがこのインタビューだと思うんですね。アーロン・ルッソー、もう自分の全存在をかけてこのインタビューを受けたんでしょうね。普通だったらそんなことすればやられるっていうのは分かりますからね。で実際に、まあ、膀胱がんっていう形ですけど、その7ヶ月後に死亡してるんですね。というのが今日のメインテーマです。現在何時ですかね。51分47秒ですね。15名様、全体で37名様、それからコメントが50ですね。それで先ほど読めなかった4つのメッセージを今読みますね。土山純一さんですね。お茶バク店とコンティニューコイン2枚ですね。それからのこのこさん、これ読みましたね。でこれか、初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一応コメントが主題な行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますと。これ初めてご覧の方へ、このキャスは土日を除きウィークデーで祝日を含み毎日放送、水曜日は各州で英語かフランス語と日本語の2カ国で放送してますと。過去動画は YouTube でご覧になれますと。山崎康彦 YouTube URL でコメントされる方へ3つ目のメッセージ、コメントの責任はコメント主にあり、キャス主は一切の責任は負いませんと。品位のないコメントを理由にキャス主に責任転嫁することは固くお断りしますと。リツイート K さん、コメントされる方に枠の左下にある枠にチェックを入れてご自分のツイッターにも投稿できますと。またアットマークをクリックするとアットシャトー1000が挿入されますということですね。そして、放送の前ですね、デンマーク、英国のアストラゼネカ製ワクチンを完全に使用中止と、血栓懸念ということで、やはり出てみたいですね。ジョンソン&ジョンソンも血栓が出るということで、使用禁止にしたところがあるんですね。嘘と裏切りの菅政権と、汚染水放出止めるためには政権交代と、まさにそうです。それしかないんですよね。だからありとあらゆる矛盾は政権交代でしか解決できないんですね、これね。週刊本の発見、福島原発作業員日誌 1F の真実、9年間の記録と、すごいですね、レーバーネット。田中隆作ジャーナル、人はいとも簡単にホームレス、今日私もトピックスの中で取り上げましたね。これアメリカ最高裁の判事を9人から13人に増やす法案、民主党が提出、なぜ増やすのかと解説。ハフィントンポストか、これはいいんじゃないですかね、増やした方が。9人だとあまりにも少なすぎるし、任期がないんですよね。だから死ぬか、あるいは自分で退任するかしか交代の可能性がないということなんですね。ということで、次に
第4部かな、朗読ですね、第3部だ、今日の推奨本でこの漫画本ですね。あ、これいつも忘れるんですけど、火曜日のメインテーマのYouTube 向け表紙ですね、私も引っかかったフェイクニュースという、これは見事引っかかりましたね。だってこのような本人が病床で、死のとこで告白したんだというニュースなんで引っかかりますよね。これね、全く関係ない写真だったと。それで昨日の縁日後放送も同じテーマだったんですけど、こういうふうに、私はフェイクニュースに引っかかったということで、ネオンネット、ネオンネットルというロンドンベースの、陰謀論サイトなんですね。それが流したんですよ。そして今朝の英語ラジオ放送の表紙がこれですね。ということです。それで今日の推奨本の推奨本を朗読するということで、漫画刈谷哲作、シュガー佐藤が日本人と天皇、イソップ社真相増補版2019年4月9日発売と、美味しん坊の刈谷哲が天皇制の意味を問うと、この国に天皇制は本当に必要なのかと、必要ねえよということになりますね。で、読んでると分かったんですけど、刈谷哲さんは天皇制そのものを否定してないんですね。象徴天皇制を否定してるんですね。ですから明治維新以前の天皇に戻すべきだと。ほとんど政治権力もなし、単に、大名の弱小大名の3万石とか4万石の石高しかもらってない、何の経済的実力もない、ただただ天皇家の権威だけあると、そういう存在に戻すべきだっていうふうに彼は主張してるんですね。私はもう天皇制自体はもうでっち上げだから、日本書紀とかそれから古事記、あの辺からもう完全にでっち上げてるんですよね。だから天皇制自体を、一般主権在民とか民主主義を原則とする社会であれば、一般国民の上にですね、様をつけて特別の扱いをする、人間を天皇制の名において置くってこと自体はもうやめた方がいいということですね。で、今日は36回目の朗読、第7章、天皇の未来と、天皇制から自由になるために我々は何をなすべきかと。象徴天皇制を廃止し、天皇を明治以前の姿に戻してやると、そのためには憲法から天皇条項を削除することが必要だというのが彼の主張なんですね。で、今日読むとこは、そもそも天皇に政治的な力はあったのかと、これの長いからこれの最初の2分の1ですね。これ読みますね。1ページ半ぐらいですね。ここまで論を重ねてくれば結論ははっきりしていると、行き着くところは天皇制の廃止であると。と言っても、私は今でも一部の人々によって唱えられている天皇制打倒を主張する気はないと。ロシア革命で革命派がロマノフ王朝に行ったようなことを天皇個人あるいは天皇皇室全体に対して行うということではないと。そのような蛮行は意味がないと。別に蛮行じゃないですよね、天皇制自体をなくすのは。一部の人たちは昭和天皇の戦争責任を追及するあまり、昭和天皇に対して厳しい個人攻撃をすると。私は第6章にも述べたように、昭和天皇の責任は明らかであると信じるし、その章にも述べたように、天皇の無責任さには耐えられないと。昭和天皇の人間性には個人的に強い拒否感も抱くと。しかし問題は昭和天皇個人の資質ではないと。昭和天皇個人を非難し攻撃するとなったら、それではいわゆる名君だったらよかったのかという話になると。そうではないと。
天皇個人の差し、良し悪しは問題ではないと、昭和天皇を個人的に責めても意味がないのであると、問題は天皇制という制度なんだと、その天皇を軍部など支配層が利用し、天皇を担いで自分たちの好き放題したのが近代天皇制の実情だったのではないかと、象徴天皇制が近代天皇制と断絶なくつながっているからには、戦前と同じように天皇が支配層によって利用されないという保証はないと、現実に小渕内閣は日の丸君が代法案を制定することで文部省にの職員を締め付ける武器を与えたと、支配層は天皇を利用して国民を押さえつける方向にすでに、一歩踏み出したのであると、このような危険な制度を維持し続ける理由はどこにもないと、私の言う天皇制廃止とは近代天皇制につながる象徴天皇制の廃止であると、それはどういうことかといえば、天皇を明治以前の姿に戻してやるということであると、第一章にも書いたが、明治以前天皇は一般大使にとって無縁の存在だったと、天皇が国民を直接支配することはなかったのと、私は天皇をその姿に戻そうというのだと、南京大虐殺について精緻な研究を重ね、否定派の息の根を止めた祠っていうのかな、富雄は天皇不滅申請の起源の中で、天皇が5世紀以降時代が下るに従って宗教的君主としての性格が強まってき、その反面実際政治には関与できなくなってしまう過程を論証したと、そして645年天皇はクーデターの断行で巨大な権力を掌握したが、大化改新、天皇自身が中国の皇帝のような専制君主になったのではなく、実際の政治は天皇の親族が行い、やがて臣下による摂関政治が始まり、ついで対した上皇による院政が出現するに至ったと言って、近代天皇制を主張するところの思想上だけでなく、政治上も絶対的権力を持つ天皇というものは古代から存在しない架空のものであるということを説き、天皇が歴史の最初から絶対君主として日本人を支配し続けてきたと主張する近代天皇制を否定したと、この天皇は自分で実際の政治に関わることができなかったという天皇不申請説は間違いであると、網野義彦は日本の歴史を読み直す筑摩書房で批判しているが、天皇を宗教的存在とする天皇不申請説は、武士が政権を取って実質日本の支配者になった後も天皇と皇室が存在し続けた理由を説明するのに説得力があると、天皇が存在し得たのは宗教的というより儀式的な存在だったからであって、もし政治的な力を持っていたら武士たちはその存在を許さなかっただろうと、もちろん完全に政治的力がなかったわけではないと、その証拠に徳川幕府は京都諸子大薩摩国京都守護職を置いて朝廷を監視させたと、天皇が政治的に幕府に敵対する力を持つことを警戒したのだと、また明治天皇の父親孝明天皇が攘夷派の公暁と組んだり、公武合体を目指したり、幕末の動乱の時期にかなり目立った動きをした例もあると、しかし後醍醐天皇を最後にして実際には政治に関わった天皇は存在しないと、こういうところですけど、まあここはもう私の意見と完全に対立しますんで、ここはもうスルーっていうか、これはこれでしょうがないですよね、こういう主張なんですからね。明治以前か明治以降かは政治権力次第と、存在していれば強者に利用されると思うと、西郷隆盛の言葉に、金もいらぬ名誉もいらぬ命もいらぬ人は始末に困るが、そのような人でなければ天下の偉業は成し遂げられないを地でいくアーロン・ルッソー監督と、そうですよねということです。
彼がまあ生きてたらいろんなことしたでしょうね。64歳ですからね、まだまだ生きていて欲しかったですよね。本当石井光輝さんもそうですよね。ということで、今日の読んだところですね、どれか、漫画、天皇の個人責任をしても、責任追及してもしょうがないと言って、そしたら一般人がその罪を、個人責任を問われて、刑に服して最悪の場合死刑になってるわけでしょ。だから例えば貧困のために物を取ったとか、そのために強盗して人を殺した犯人というのは、その人の責任ではなくて、社会が貧困という社会を生み出した制度、状況が彼を窃盗犯にしたんだと、あるいは殺人犯にしたんだから、彼の個人責任は問わないと。問題はその社会が貧困を生み出したその制度だというのと全く同じですよね。違うんじゃないと、両方を問題にすべきなんですよね。実際に一般庶民はそれで、刑罰を食らってるわけでしょ。でなんで天皇だけがあれほどの大罪を犯して、侵略戦争、最高最大の戦争犯罪人である昭和天皇が全ての罪を免罪免責されて、こともあろうかイメージチェンジして名前を変えた天皇制のトップに返り咲いてるということを許すんですかということでしょうね。そして第4部ですね、新型コロナ感染の最新情報、国内新型コロナ8人死亡、1814人感染ということで増えてるんですね。特に大阪が1000人以上、昨日は1200人とかなんか言って、もう完全に吉村、松井、あの辺の責任でしょうね。新型の変異株が猛威を振り始めたってことでしょう。でコロナ対策どうでもよくて、彼らは一旦住民投票で否決された東京都構想っていうのを別の形で無理やり議会を通しちゃったんですよね。そんなことにエネルギーと金と時間を使ってるんですよ。本来のコロナパンデミックの防止策でもう24時間フル活動しなくちゃいけないのに、全然関係ないところをことに注いでるからこういう結果になるわけですよね。本当ひどいよね。大阪市民、大阪府民、このまま行くと本当殺されるよという状況でしょ。何でしたっけ。あ、そっか。国内情報ですね。国内の感染情報で、死者の合計が9532名と、それから感染者の合計が累計が518,800人と。で、都道府県別は東京都がプラス729で128,100、大阪が対前日比はまだ出てないんですね、このあれは63,174、神奈川が49,500、埼玉が34,000、千葉が39,000、
愛知が29,000、兵庫が24,000、北海道が22,000ですね。そして日本で感染者が一番少ないのが島根県295、鳥取320、プラス3ですね。秋田が344、福井が684、岩手が765、徳島が791、プラス30ですって。増えてますよね、徳島。そして、PCR 検査数、4月12日1日で5,418と。全然増えてないですね。それから AFP 日本語版の全世界の4月14日午後7時時点で死者が296万1000人になったということですね。で、感染者が少なくとも1億3740万人になったと。それで4月13日1日で世界全体で新たに13,270名が死亡、78,837名が新規感染したと。最も被害が大きい、それで死者の増加幅が最も大きいのはブラジル、1日で1898人が死亡、次いでインド1027人、米国917人と。で、最も被害が大きいアメリカではこれまでに56万3000人が死亡、3134万人が感染したと。で、次いで被害が大きいのはブラジル、死者が35万8425、感染者が1350万、次いでメキシコ、死者が21万2000、感染者が228万と。これは統計の取り方が違うんでしょうね。インド、死者が17万2000人、感染者が1387万人、英国、死者が12万7100人、感染者が437万人と。で、人口10万人あたりの死者数が最も大きいのはチェコ263、次いでハンガリー248、ボスニア・ヘルツェゴビナ238、モンテネグロ221、ブルガリア210と。そして、3つ目、インド。1日のコロナ感染者数が20万人で過去最多と。10日で2倍になったということで、すごいですね。恐ろしいですね。10日で2倍ですって。インド保健省が15日発表した公式データでは、過去24時間の新型コロナの感染者が約20万人と過去最高となったことが明らかになったと。インドは新型コロナの第2波に見舞われていると。1日の新規感染者数は4月初めに比べると2倍以上に増えていると。インドの累計感染者数は約1410万人、死者は前日から1038人増えて17万5千人になったと。から4番目、日本のコロナワクチン接種率ですね。これ最新の、日経の統計なんですけど、4月14日昨日更新されたやつで、日本は 1.4% です。その前が 1.3% だから、1日で 0.1% しか増えないですね。160カ国中111位、順位は同じと。だから 0.1% しか1日増えないというと、1ヶ月で 3% ですよね。で、4、5、6、7月はもうオリンピックですから、3ヶ月とすると 9% で、現在 1.4% だから 10.4% 10.4% の接種率しか、オリンピック開催直前まで日本は接種できないということで、で、現在ですね、昨日の段階でイギリス、英国が 60.1% ですよ、接種率から。米国が 57.9、 ドイツが 23.1、 カナダが 22.9、 イタリアが 22.5、 フランスが 22.2 と。日本が 1.4 と。 G7 先進7カ国のワクチン接種ですから、オリンピック開催直前の状態っていうのは、今のドイツ、カナダ、イタリアの半分にもならないということで、もう完全にあれですよ。各国は選手団なんか送りっこないじゃないですか。ということですね。それと今日の画像ですね。
これは東京電力第一原発の汚染水の処理海洋放出決定を受けて、復興庁が発表したチラシということで、このチラシのために10億円ぐらい払ってるんですよ、3年間で。これこっちか、嘘の情報、これ電通が全部やってるんですよね。で、取り除けるものは徹底的に取り除き、大幅に薄めてから海に流しますということで、取り除けるもの、トリチウムっていうのは取り除けないんですよね。で、薄めてもトリチウムの濃度は、本当かよ、 WHO の世界保健機構の飲料水の基準の7分の1になります。嘘だろ。だから麻生は飲めるって言ってるんですよね。トリチウムの水、汚染水で飲んでみろって言うんだよね。そして、ご丁寧に10億円も払ってですね、こういうくだらない マスコットを作ってるんですね。で、さすが批判があるんで、これを使わないようにすると。トリチウムだけでセシウムもプルトニウムもから放火も取り除けないということでしょ。だから嘘なんだよね、これね。これで嘘を言って海洋汚染を汚染水を海洋に放棄するというゆるキャラか、もう最低ですと。ゆるキャラって言うんですね、これね。こんなのに税金3年間で10億円使ってるんですよ。全部電通ですよ、受けてるの。年間3億円ですよ。だ、全部あれだよ、電通から10億円返金させると。そして返金できなければ復興庁の担当者にポケット自分の金で払えと。何人かかってるか知らんけど、ひどいもんだよね。それから3つ目が記事とは関係ないんですけど、こういうあれですね、いわゆる日本維新の会の2人、吉村大阪府知事と松井大阪市長が対コロナ対策を追っぽって何やってたかというと、大阪の医療機関を解体するのに奔走してたっていうことなんですね。ひどいな、これ。府立病院の予算を大幅削減から千里救命救急センター補助金廃止、大阪赤十字病院の補助金廃止、それから府立健康科学センター廃止、それから保健所の削減と職員を 3割削減で、住吉市民病院の廃止、それから府立看護学校の補助金廃止閉鎖、これは何なんだと。これはもう単に偶然じゃなくて、ある目的を持ってるんでしょうね。要するに現在の国民皆保険制度の基盤としての医療保険、医療機関を削減解体して、で結局今の国民皆保険制度が立ち行かなくなるように仕掛けてると。そして結局アメリカ型の
保険会社が決定権を持つアメリカ型の健康保険制度に切り替えようということをこの2人は車力になってやってるってことでしょうね。だから彼らの背後にはもうアメリカの金融資本がいると。でその代理人としてあの暗躍してるのがマッキンゼーの部隊ですよ。だ東京都も小池百合子の背後にもマッキンゼーがいると。そのマッキンゼー部隊の背後にはアメリカイギリスのいわゆる国際金融マフィアたちが日本の国民皆保険制度の弱体化、そして、アメリカ型の保険会社が全て決定権を持つ、金持ち、金がある人だけ保険制度を利用できるように解約するような、ここまでやってるっていうのはそういうことしか考えないでしょ。単なる偶然で彼らがやってるとは思わないですよね。一連のまさにそうですよ。コロナでますます充実させなきゃいけない医療機関をこういうふうにわざと弱体化させてきたと。これはこの2人が誰かの利益代理人であるという証拠でしょうね。ここまでひどいことをやってるっていうのはね。だからアメリカ大阪市民、大阪府民はもう一日も早くこの2人を追放しないとダメですよね。あの菅政権、中央政府の菅をと自民党とそれから霞が関の官僚、これを一日も早く追放しないと日本はますます衰退化していくと、ますます貧困化し、ますます希望を失い、ことになるということで、政権交代しかないんだよということなんですけど、この大阪府、大阪市も政権交代しないとダメでしょうね、これね。ひどいもんですよね。ここまでやってるかっていう。マスコミは書かないですからね、こういうことね。日本維新の会の背後には、マッキンゼーがいて、マッキンゼーの背後には国際金融資本がいると、マフィアがいると、こういう構図で実験的に大阪でやってると。でそれが成功すれば東京でもやると、全国でやると、そして最後は中央政府でやるという段取りでしょうね。もうかなり時間経ったんじゃないですかね。ああ、もう1時間23分です。で今日のトピックス、バイデン9月11日までのアフガン撤退を正式発表と、米最長の戦争終結と。これですよね。ふざけたこと言うなと。自分たちがでっち上げて自作自演してアフガニスタン、イラクに侵略して、もう20年間内戦状態にして、おそらくアフガニスタンでは50万人以上が殺され、イラクでは100万人ぐらいが殺されていると。そして現在シリアからイエメンとか等々の中東の内乱、内戦状態を引き起こして、それが継続しちゃってるとこういうことですよね。だからそのことの反省も一切ないって、このバイデンの記者会見では米軍の死者数だけしか言ってないですね。3000何人が死んでとかね、2300人余りの米兵が命を落とし、2兆ドル約220兆円以上が費やされたと。てめえたちの都合しか言わないと。それによってアフガニスタン、イラク、シリア、中東地域のこれまでの侵略戦争から誘発された内戦、それとイスラム国の絶対的な宗教支配、それを引き起こしたのがお前たちだろうと、バイデンを含むアメリカの支配階級だろうということの言及が一切ないですよね。許せないよ本当ね。
ここまで。結局ブッシュなんですよ。ブッシュ、チェイニー、等のネオコン戦争派ですよね。それはもう優雅な引退生活を過ごしてるんですよね。で、一生涯 SP がついて豊かな年金をもらって安全で、幸せな老後を送ってるということでしょう。だから昭和天皇とも似てますよね。ということで、このタイトルだけでもアップしときます。あ、そっか、今日のあのコロナパンデミックの最新情報、これのタイトルだけでもアップしときます。ベネズエラ、リビア、そうですよね。からインド、1日20万人が感染して、1日ですよ、1000人以上が死んでるんですね。なんかガンジス川の湖畔に大量の人がマスクもしないで、宗教的な行事で集まっちゃったんですね。それから日本のコロナワクチン接種率は 1.4% で、すでに世界160カ国中111位と、異常に低いと。で、先進7カ国の接種率、ドイツ、カナダ、軒並み 20% 以上ですよ。まともな政府が機能してる国は、異常な政府しかいない日本はこの低たらく。だから全国民が接種できんのはあと1年でしょうね。 0.1% ってこと、月が 3%、 年間 30% と3年かかるんじゃない単純計算で。それから今日のトピックス、バイデンが911までに全アフガニスタン撤退を正式発表と。20年かけて220兆円ですって。米兵が2300人死んだと。それじゃあアフガニスタンの国民は何人死んでるのか、何人殺してるのかと。50万人以上でしょうね。イラク100万、シリア50万、それだけで200万人ですよ。アメリカの米兵の死者しか言わないですね、これ。汚染水、ナトリウム以外の摂取、これ自民党の原発推進派の議員が指摘してるんですね。この珍しいですよね。なんていうあれだっけな、シーナっていうのかな。で、この記事の中で大手メディアはほとんど問題にしてないが、 ALPSで取り除けないのはトリチウムだけではないと。
トリチウム以外にも、ヨウ素129、セシウム135、セシウム137など12の核種は除去できないと。だから電通の言ってるこれは嘘なんですよね。できるだけ取り除くと。でも取り除けないんです。これだ。自民党の処理水等政策勉強会の代表世話に山本拓衆議院議員がこう言うと、断っておきますが自分は原発推進派ですと。菅首相も支持してます。ただ原発処理水に関する報道は事実と異なることが多いので国民に事実を伝えるべきだと思ってますと。東京電力が2020年12月24日に公表した資料によると、処理水を二次処理してもトリチウム以外に12の核種を除去できないことが分かっていると。二次処理後も残る核種には半減期が長いものも多く、ヨウ素129は1570万年、セシウム135は約230万年、炭素14は約5700年ですと。さらに通常の原発でも海に流しているという報道も誤解を招くと。で、ALPS 処理水と通常の原発排出が全く違うと。ALPS でも処理できない各種のうち、11各種は通常の原発排出には含まれてないと。通常の原発は燃料棒は被膜に覆われ、冷却水が直接燃料棒に触れることはないと。でも福島第一原発はむき出しの燃料棒に直接触れた水が発生していると。処理水に含まれるのは自己由来の各種ですと。これは鋭いこと言ってますね、山本拓議員ですって。それでそれに対してハンギョレ新聞が、韓国の市民団体は日本の福島原発放射能汚染水放流は核テロであと撤回せよという運動を始めたっていうんね。そうですよ、核テロですよね、これね。それから復興庁で、ね、電通に3年で10億円原発事故の風評払拭事業ですって。この中にこのゆるキャラが入ってるんですよ。それから田中隆作さんの人はいとも簡単にホームレスになるということで、そうですね、 不景気で仕事を失うと、すると家賃が払えなくなると、とネットカフェで暮らすと、で持ち金が尽きると路上に行くと、こういうことですよね。それから最後、白人警官を第2級殺人容疑で訴追と。ミネソタ州の黒人男性殺害で、これは女性だったんですね、キム・ポーター元警官で、彼女は逮捕されたということで、第2級殺人っていうのは故意じゃないと、殺すつもりで殺したんじゃなくて、偶然殺したんだということで、一級が故意なんですね。一級の方がずっと重いんですよね。二級だと最高10年とかなんかって、いうことですね。で彼女はそのテイザー錠とそれから拳銃を間違えて拳銃を発射して殺しちゃったということで第二級になったんですけど、でもこの記事に添付されている、映像を見ると、署長かなんかの記者会見で、通常利き腕は拳銃、そして利き腕ないとはテーザー銃ってことで、使用する手を分けてると、そういう訓練をさせてるって言うんですね。だからテーザー銃を撃つ場合は、彼女の場合は右利きですから、左から取らなくちゃいけないですね。でも実際は右から取って拳銃で撃っちゃったってことで、故意じゃないんじゃないかと。こういうことで、殺す気でやったんじゃないかと。こういう批判が出てるんですね。弁護士なんかから、家族、遺族から。
ということですね。で、ずっと抗議が続いてんですね。で、今日の重要情報、これは海外から五輪中止の声も、政府と組織委員は五輪選手だけ守るコロナ対策で乗り切り画策と、数億円の療養施設パラ選手を口実にワクチン優先すると、あくまでも IOC の、 あのバッハ、あいつも本当どうしようもないね、一緒に絶対にやるとかなんか叫んでんだよね。ということで、今日のトピックスのタイトルだけ、アップして今日の放送は終わりにします。バイデン、この辺がもうおそらくバイデン知ってんでしょうね、やらせだっていうのは。でも決して口にできないんですよね。から日刊現代、これはいい記事ですよね。その自民原発推進派が指摘していると。こういう時なんであるのね、立憲民主党がこういう情報を流さないのかね。それから韓国の市民団体がこれは核テロだと。そりゃそうですよ、これだけの汚染水を希釈すれば飲めるし人体に直接影響がないという大嘘をついて流そうとしていると。だから3年間で10億円を払って電通にゆるキャラ含めた風評被害対策事業を丸投げしてたと。復興庁金返せって言うんだよね、本当。そして、人はいとも簡単にホームレスになるという田中隆作さん、そうですよね。職を失って結局家賃が払えなくなると。そうすると ネットカフェで生活せざるを得ないと。でネットカフェでも働かないから収入ないから結局金がなくなると路上生活しかないということですよね。それから警官が逮捕訴追されたんですけど第2級でしかないと。本来だったら第1級じゃないのという声が上がってるってことですね。それからリテラ五輪中止、海外からあのガーディアンとかニューヨークタイムズとか、なんで日本のメディアは言わないのかね。なんか二階幹事長が言い始めたみたいですね。あれは本音でしょうね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。1時間ちょっと長かったですね。38分52秒と17名さん、全体で44名様、コメントが76件ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。今日木曜日の放送、現在もう0時過ぎましたね。うわ、0時19分になりました。申し訳ないです、金曜日になっちゃうね。ということで、今日金曜日の放送はできるだけ早く9時半までには放送開始したいというふうに思ってますので、よろしければまた合流してくださいということで、おやすみなさいですね。もうお疲れ様、そしておやすみなさいということで今日の放送終わります。今日も配信妨害なかったですね。はい。